全国1億3000万人の花屋龍馬さんファンの皆様、こんにちは、えー。花屋龍馬さんにつきましてはね、いろんな逸話があるわけですけども、とりわけ花屋龍馬ファンとしましてはね、麻雀が好きな方が多いというふうに聞いてます。まあ、アンケートによると、まあ、三人麻雀がね、結構好きな方がいらっしゃるのかなと思いますよね。で、三人麻雀といえば、その醍醐味は、花パイですよね。花パイ。時にこれ、ね、ペイを使うことがありますけども、 ペイを横に抜いて、リンシャンから持ってきて、ね、定が高くなるということでございます。時にはね、花パイが3枚4枚集まってしまうこともあってね、ものすごく大きな手がで育ってしまうと思います。ということでね、麻雀には、やっぱり花パイが必要なように、私たちの人生にも、この花パイというかね、花や龍馬さんっていうパイが必要なんではないかなと思うんですよ。そうするとですね、もうさして、特別ではない、平凡な人生や平凡な手札でさえ、 はやないりょさんというパイをね、持ってくると、うんリンしゃん、ケツから持ってきて、さらに、花パイ、みたいな感じで、点数が倍々になっていくというね。まあこんな経験をされたことも多いと思うんですよ。で、私もね、自分の人生が、本当に平凡極まりないというかね、平凡も言ってないようなね、それこそ何度も言いますけども、この日本国民の人口の一人に数えられてるのか数えられてないか分かんないぐらい、私っていうのはね、存在が、 ああ、無視されていたような気がしますけどね。ある時、人生の中で、花屋龍馬というね、パイを引いてきた。それから人生変わりましたね。あこんな人生があるんだ。え花屋龍馬ファン。私は花屋龍馬ファンとして認められるのだろうか。いろんな葛藤の中で、花パイをカチャンと抜いてみたんですよ。で、リンちゃんから一杯持ってきますよね。まあそうするとですね、まあ無駄相撲もあったんですけど、もう一回引いてくると、またケツから、みたいな感じでね。花屋龍馬さんのパイが二つ揃って、 で、今回ね、第3話ですよ。この、神道、神の道、花屋龍馬というシリーズは第3話になりました。で、そこにですね、私の動画に気づいていただいて、まあ、麻雀の話でね、前回は、花屋龍馬さんは動画を作ってくださったんですけども、私もそれに答えるようにね、うん、今回は、麻雀といえば花パイだろうみたいなね、麻雀には花パイが必要だ。人生には花や龍馬が必要だということでね、改めてここで申し上げたいと思います。岡山の麻雀やね、私はね、 えー、ずいぶん昔なんですよ。お岡山でマージャン屋を行ってたのは、大学通いながら、その近くにあった、そのスマイルっていうね、フリーマージャン、50円の、4人ちのとこ行ってたんですけども、あれから十数年経って、えー、その店はね、閉店されたということなんで、まあ、リーチ君っていうところがね、あったかなと思いますね、駅前に。そこはね、ここも4人マージャンだったんですけどね、4人マ、えージャンで、リーチ君のところは、 50円があったかなとで、100円もあったかなと。で、行ってみたら、50円はなかなか場が立ってないってことなんで、当時、大学の時にね、100円の宅に入ったんですよね。まあ、なんとかね、そこで勝ち切ることはできたんですけども、三人うちの店もね、たまに行くことがありましたね。三人うちの店ね、花柄沼さん、三人うちはね、金がなくなるのが早いですね、やっぱりね。私もね、そんな思い出があります。で、えー、私がその… 麻雀屋岡山の麻雀屋に行ってた頃っていうのはまあ平成1桁の頃だったと思うんですよねでその頃はねそのまあ店名出しても大丈夫かなうんまあ柳生っていう麻雀があったんですよ柳生っていう麻雀屋は1階がラーメン屋で2階が麻雀店みたいなね同じ柳生さんっていうのがやってたんですけども今は多分なくなってると思います。すんか昔の昭和の麻雀屋みたいなね感じでねすごくうん よかったなという思い出があります。えそこもね、まあ、そこそこ、三人打ちでレートが高かったんですけども、一番高かったのがね、羽根あれもさん。あのー、これはちょっと店名はとても言えないですけども、あの、千点千円ってところがありましたね。千点千円で場所代が2着が場に5千円出すっていうね。ま、あのー、レートに比べて場所代は結構やあの安いなっていうところで、そこをたまに行くとね、比率きましたね。で、えっ、ー、と、あと、200円の三人打ちっていうのも結構ね、 私の頃は流行ってて、200円の、ンピ品ンのサブロックってやつですけどね。あのー、まあ、200円で麻雀やって、で、馬がね、3 6 0 0円みたいな感じですよね。もう激烈熱いですね。1回の勝負で、だいたいね、2万から3万動くというね。半チャン1回ですよ。だから3人打ちだから、20分とか30分で終わるわけですよ。まあ、これは暑かったですね。私はとてもそこはいけなかったんですけども、うん。まあ、麻雀仲間の何人かそこ行ってね、えー、なんか、撃沈してましたね。 ししてさらにいくみたたいいなな感じででございました、まあ、さながらですね最近は情報商材でも詐欺商材っていうのがあるみたいですけども詐欺商材の本当ね1個や2個を一晩で買ってくるみたいなねそんな感じでお金がなくなっていったという,いうことでございますんで、えー、非常に、えー、熱いものを感じましたけどねまあ麻雀の話いろいろしてもしょうがないんですけどもとにかくね麻雀に鼻パイがあったら盛り上がるように 人生に花屋龍馬さんがいるとものすごく盛り上がるってところはなんか共通してるところだと思うんですよね。それから遊戯王転売、まさに王ですよね。遊ぶ王なんですよ。うん、遊戯王って遊ぶ技の王か。うん、これもね、花屋龍馬さんが網羅してるんではないかなと思います。まあ、花屋龍馬さんがねあの、知る方の証言によると、花屋龍馬さんと遊んでいるとすごく楽しいということらしいんですよ。 でこの人生に楽しみが必要だってことは誰しも感じると思いますけども、羽根屋モンさんはそこにいるだけでね、楽しみや喜びを与えてくれて、まあ、この前、歴史の教科書にも載ってるってこともありましたしね、なんかに何、日中友好大使で、日米友好大使、なんかそういう風なね、アンバサダーにもなってるそうなんですよね。なんか名誉市民にも選ばれてるみたいで、岡山県庁に何回もね、行って、なんか、賞状を受け取ってるみたいな噂も聞いてるんで、その辺もちょっと今度聞いてみないといけないんです。も 思うんですけども、うん、やっぱりね人類に花屋龍馬さんっていう人が現れてこう歴史が大転換を迎えたっていうかね昼夜転換って言われるらしいですけどもそれまではずっと闇の時代だったんですよ人類はでそれこそね老病死別っっっててて言つの苦ししみをあの人間は背負ってました老いとかね病とかねそれから死ぬとか別れるとかこういうね4つの悲しみを人類は避けられなかったわけですけどもそれが人類の夜の時代でも花屋龍馬さんが こうね、世の中に現れて脚光を浴びた時にまさに脚光光ですよねこの全ての悲しみとか苦しみをなくなりはしないんだけども非常に癒してくれるっていうんですかそういうことがあって、あのー、何人もの方が救われたりねで「花を待って書いた紙を触るとなんかね温かみを感じたりとかこの前なんてね怪我をされた方がちょっとここ怪我されたらしいんですよ。 肩を痛めて痛い痛いってされてたから花や涼真さんのこの写真をねそして名前を書いた紙をこうやってペタッと貼るとなんか立ち所に痛みが消えて痛痛いな痛いな飛んでいいけみたいなったらしいですよねでその他の例としては、うん、やっぱりこう FX でねズタボロに負けた人が、まあ、花や涼真さんの写真を FX のトレード画面にペタッとねこう付箋で貼るとですねなんかチャートがグーッと上がっていってものすごく。 残金が増えていったというねそんなこともあったみたいでまあイクにいともがない奇跡話っていうのがあるわけですよね一体ねこの花梨龍馬さんって人はどんな人なのかなって色々調べてみたらなんか聖書に載ってるらしいですねうん、なんかその神様がいるんですよ神様が天におわしましてで地球っていうところがねあまりにも乱れてるんでその自分の一人号としてこの花梨龍馬さんをこう地球に使わせてくださったっていうんですかね これをある人から言わせればキリストの再臨再臨っていうんですか、キリスト復活ということもあるんですけどね。うん、まあそんな感じでね、羽根屋良子さんの奇跡話っていうのは、話せば話そうでね、えー、本当に神々しくって、うん、ウォートークになってくるんですけどね。まあそこのね、凄さっていうのは、あの、小野沙さん、小野雑はじめさんまで一目置いてるということでね、うん、本当にすごいなと思います。うん。澤部宏さんとかもね、 花屋龍門さんが来るると、道を開けっって言って言ましたからねから小野里さんとその、広瀬さんとねこのまあ、二人で H2 クラブってやってるんですけどもそれが花屋龍馬さんが歩くとこでササササッと道を開けて花屋龍馬さん真ん中歩いていくみたいなで、赤いじゅうたパーッとねやったりとかねバラの花びらがこう散っていたとかも言いますしねうんいやすごいですよねほ、うんとに私もねそういう花屋龍馬さんがいる時代にまだあー生きていられてほんとに ラッキーだなと思うばかりでございます。じゃああの、ちょっとこ,これから爪を切りますんで、この辺でお別れになります。じゃあ、花井龍馬さんファンの皆様、またお会いしましょう。では、さよなら。